1名様いらっしゃい。よかったらコメントしてってください。はい、配信を始めました。はい、今日もね。ちょっと相方不在で僕龍之介一人になるんですけれども、ザスパク、サス、群馬の試合振り返り配信。月曜日、毎週これやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。いやね。まあ早速お話に入るんですけれども。まあザスパクサス群馬ね。j2 第2節ですね。 3月の頭、まあ、一発目の試合だったんですけれども、まあ、SC 相模原とのね、アウェイゲームに乗り込んで、まあ結果としましては、この表示している通りね、0対0という形で、まあスコアレスドローでしたね。川崎市在住の自分は昨日ギオンスタ行ってきました。あ、じゃあ現地でね、あの、まあ激戦といえば激戦のあの試合をね、観戦されていたというところで、 より一層ね、現地でいた方がね、コメントくださると余計にね、なんか現場の臨場感とか伝わって、ぜひね、ありがたいのでコメント嬉しいです。マリコデラックスさんありがとうございます。こんばんは。まずは一言、モヤモヤした今夜は入ってスッキリさせてください。まあ、もやもやしましたよね、あの試合はね。うーん、まあ、いろいろね、言いたいことありますけれども、あ、3人さんいらっしゃい。よかったらコメントしてってください。 まあね、ちょっとじゃあスターティングメンバーの方ね、もう一回振り返りますけども、まあ画像にも出してはいるんですけれども、ゴールキーパー松原選手変わらず、ディフェンスがですね、吉永選手、内田選手、藤井選手、平尾選手という形でね、内田選手がね、センターバックに入りましたね。これは、ちょっとね、できるのは知ってたけど、ね、ザスパでは初めての試みだと思うんで、驚きだったんですけども、まあ、で、中盤が右から田中俊也選手、岩上選手、久保田選手、加藤選手。 で、ツートップに、か、えっ、ー、と、大前選手、青木選手ということでね。いやーもう、まあ、とりあえず、あ、内田さんの使い方は間違ってなかったと思いますよ、センターバックというね、コメントいただきましたけども、もう僕もその通りだと思っていて、まあ、開幕戦とかではね、ちょっとなんか、まあ、内田選手のポジショニングが良くないだとか、まあ、いろいろ言う声もね、中には、 こうツイッターとかでね、見受けられたんですけれども、このね、相模原戦に関してはもう内田選手、いや、全然良かったと思いますよね。ミスらしいミスもなかったですし、ディフェンスもね、結果クリーンシートで抑えてるわけですから。でまあ、内田選手がね、こう、プレスかけに行って、岩上選手でしたっけがね、まあ、シュート打ったシーンなんかもあったんでね、ここは聞いてたかなと思います。はい。えー、平尾の怪我が心配ですということで、まあ、そうなんですよね。平尾選手がね、まあ、 ちょっとね、故障によってもう、ね、無理ってなってす、まあそこで奥村選手がね、まあルーキーと交代になったんですけれどもね、まあちょっと心配ですよね。この2試合平尾選手すごく良かったんで、見ててね、すごいいいなって思ってたんで、このね、平尾選手が抜けてしまうっていうのはね、まあポジティブに言えば、まあ左サイドバック争いのね、 他の選手たちがチャンスをつかめるかもしれないっていう点で言えばね、平尾選手が抜けた間にこう、他の選手が経験を積んでね、こう、厚みを増すっていう部分もなくはないですけどね。まあ、じゃあ、ちょっとね、じゃあその、奥村選手なんですけどもね。奥村選手がね、まあ、左サイドバック。まあ、これできると言っていいのか分からないですけども、まあ、事前に知ってた限りではね、サイドバックやってましたっていう選手ではなかったと思うんで、まあね、緊急で、 左サイドに入ったと思うんですけど、まあね、やっぱ最初はなかなかゲームに入れてないのかなーなんて思ったけど、もう結構落ち着いて慣れてきてからは、ね、いいボールも出してましたし、で、まあ終盤ボランチに移ってからやっぱりいいプレー出てたんで、奥村選手はこれはね、ね、まあ前節の白輪選手に続いてね、まあルーキーがデビューになったんですけども、まあ、すごくいい選手だなって思いましたね。まあ、まあんま専門的なことはね、わからないんで、 まあ、ど、どうすごいのかって言われるとわかんないですけど、まあ、奥村選手はね、まあ、デビュー戦は左サイドバックからのスタートになりましたけれども、まあ、今後ね、どこがメインになっていくのか、まあ、ユーティリティに使われるのか、ボランチ争いになっていくのかってのは楽しみですけどね。そうですね。まあ、あとはね、平尾選手の穴を埋める存在としましては、まあ、他にもね、ルーキーで左サイドバックで言うと阿部選手とか、 ま高橋選手もね、左サイドバックできるわけですし、うーん。まああとはですね、まあ三つ長選手もね、いますよね。今日なんかトレーニングマッチでね、三永長選手の写真出てましたんでね、万全で、まあ怪我とかではなく、プレイはできてるわけですから、三永長選手がね、次チャンスもらう可能性だってありますからね。 あ、こんばんは。ありがとうございます。コメントありがとうございます。あ、三津長も見たいですね。ということで、そうなんですよね。三津長選手はやっぱり昨シーズン出番があまりなかったので、まあ、今シーズン、ちょっとね、三津長選手が参加してるところ見たいですよね、このチームに。あ、こんばんは。コメントありがとうございます。でですね、まあ、まあ、とりあえず試合の話になりますと、まあ、まずね、シュート22本打ちましたもんね。 これはすごく素晴らしいことだとは思うんですけども、22本打って、で、枠内にも結構飛んでた中で、まあ0対0で終わってしまったっていうのは、もう悔しいの一言に尽きるというか、うん。相手のゴールキーパーがね、ま非常に、まあプロデビュー戦だったみたいなんですけども、三浦選手、まあすごいね、ファインセーブもあったりして、手強いゴールキーパーだったなっていうのは感覚的にはありましたけどね。うん。 まあそこはね、ありつつもね。まあでもあんだけ撃ったんだから一本を決めて欲しかったなというね、はい。ぶっちゃけ勝てた試合でしたよね。スキルさえあればゴールしてましたよ、マジでということでね。まあそうなんですよね。シュート打ててるけど、ちょっとまあ、ゴールキーパーのね、ポジショニングも良かったのかもしれないけれども、まあ正面だったりとか、そういうシーンが多かったりしたんで、まあそこでね、なんか例えば、逆をつく技術とか、そういう部分がね、あれば、 ってまあでもそれまあ22本もシュートを打つ形を作ったっていうのはまあ普通にポジティブに考えていいことだと思うんですよ。うん。だから逆にその最後のフィニッシュの精度的な部分がこう上がってきた時にまあこの相模原相手だったからなのか、まあ、他のチームにも通用するのかっていうのは分からないですけれどもまあこのパターンがねいっぱい出せるチームになってきたのであれば その最後の部分の精度を上げるっていう課題だけなんじゃないかなっていう感じがするんでね。まあいい攻撃的なチームになってきてるかなって感じしましたよね。真のポスト直撃、シュートコントロールミス、チックショーと声が出てしまいましたということで。まあ僕もあれはえーってなりましたけどね。ダゾンで見たらね、そのシン選手がね、ミートする瞬間がなぜかこう一瞬こうカクンって止まってしまったんですけども、まあリプレイでもう一回見た時にうわーってなりましたね。 まあ、あと、大前選手のフリーキックとかね、ありましたしね。まあね、ギリギリ、あと数センチの差でね、1点どころか2、3点取れたと言っていい試合だったんでね。おザスパーがあんなに圧倒した試合初めて見ました。いや、まあ僕も観戦するようになってからだと初めて見たってぐらいもう打ちまくってる試合だったんで、まあ、あのね、ちょっとリアルタイム観戦が僕できなかったんで、 なんかもう結果もスコアレスドローだって知った後にダゾーン観戦だったんでなんかもう点入らないのかって思いながら見たんですけどもそれでもワクワクできるようなねゲームだったんでだからこれは噛み合っては来てるからその最後のね部分がより良くなればこれザスパ今年 いいんじゃないなんてね。これがだから、昇格組相模原以外の相手にも、こういう戦い方ができるかどうかっていうのがね。まあ、それこそ次節の琉球戦なんかでね、どんな試合してくれるのかっていうのは、すごい気になるポイントですよね。えっと、畑尾はベンチ入りしてなかったのか、結構得点力あるから期待してくださいませということで、あ、ありがとうございます。畑尾選手ね、僕もすごい期待してるんですけども、ちょっとまだやっぱり怪我がね、 こう、開幕前というか、昨シーズンからなんですかね、なんか怪我の状態も見てっていうことで、開幕には間に合わなかったみたいなので、まあね、しっかり戻ってきて貴重な戦力としてね。まあでもそうですよね、畑尾選手結構得点力あるっていうのも僕もちょっと聞いてたんで、こう、大前選手ってね、いいキッカーいますし、まあ二人は大宮時代一緒にやってたってのもあるんで、まあセットプレーのね、また一つの武器になってくれたらすごいね、いいなって思いますね。 そうですね。まあ、あと、交代選手で言うと、まあ、久保田選手に代わって途中でね、白和選手が入って、白和選手今回はね、右サイドバックでしたよね。やって、吉永選手が左に移ったりとかっていうね、形でいろいろ、それぞれい、ね、ろんなポジションがね、試されてるのかなって感じがしましたねあ。昨年よりはスタートダッシュ失敗ではないものの、ルーキーが交代さんはじめ同じミスための代わりを務めることができれば、使い方がわかればですね、ということで。そうですね。まあ、交代選手もね、まあ、 そんな重症じゃなかったみたいですけど、まあ大事をだってのね、内田選手だったというところでね。まあでも、広大選手に代わってね、まあ前節は白は選手がね、センターバック務めたわけですし、まあその白は選手がまあ、こうね、選手層厚くしてくれればいいなと思いますし、平尾選手のね、穴もね、こうルーキーなのか、先ほども言いましたけど、三永長選手なのかとか。 ね、ボランチに久保田選手ね、スタメンで来ましたしね、もう新戦力が、まあ内田選手が下がることによって久保田選手はそこに入るから、まあボランチの層がね、熱くなった頃こ、からこそできた采配でもあると思いますしね。えー、と、個人的に草津との思い出は2017年のパロマミズホスタジアムでの台風中断です。現地にいましたということで。あ、そんなことあったんですね。まあ僕、2017はね、あまりこう、まあ試合の、 速報で結果だけはチェックしてたんですけども、台風中止、中断か、中断ちょっとね、記憶にはないんですけども。まあでもそれは現地にいたらすごい思い出になりますよね。えっ、ー、と、相模原さんとは J3 で試合してましたけど、押される方が、押される方が多かったので、その時から比べたらだいぶ強くなって個人的には嬉しかったですね。そうですよね。まあ J3 時代のね、比較としましてはね、まあ圧倒してたっていうのはね、成長を感じられますよね。 相模原さんとはね、対戦成績的にはね、もう負け試合はなかったということなんですけども、まあね、今回もまあ負けずには済んだっていうのはね、まあポジティブに捉えていいんじゃないですかね。ね、まあでも奥村選手がまあ左サイドバックデビューっていうのに関しては、まあね、今後奥村選手がすごい選手になってて、まあデビュー戦は左サイドバックだったんだよなんて、ね、思い出話できるぐらいね、すごいいい選手になってほしいなな思いますね。 その試合覚えています。カンスイールが活躍して一時逆転しましたということで。ああ、ロップスさんもね、記憶にあるということで、台風中断ゲームですかね。はい。で、まあそのスタメンの話に戻ると、まあ、ね、田中選手や大木選手なんかはね、開幕戦は途中出場だったんですけども、まあ、今節はね、あのもう前線4人は、このお馴染みのメンバーでスタートから行ってね、まあここはやっぱりね、安心感あるというか、この4人はやっぱ並ぶと、 いいなって改めて思いましたよね。スタートから飛ばして。青木選手なんかこの試合めちゃめちゃ良かったと思いますしね。まあ、シュート数的にも5本とか多分1人で打ってたと思いますし。うん。で、大前選手と青木選手のやっぱこのコンビはね、すごい見てて安心感あるんで、まあね、フォワードの争いもね、ちょっと白熱してる、まあ新戦力多いんで楽しみなところではあるんですけども、まあ、やっぱり今のところは青木選手がね、一つ抜けてるのかなという。 印象はね、この試合では感じられたかなと思いますね。そうですね。まあ、あとはね、ちょっと先に触れちゃいますと、正直 TV 的マンオブザマッチということで、まあ、これがしは僕の独断と偏見で選んだんですけども、ま久保田和音選手が、まあ、ボランチでスタートから出てましたけども、いや、まあ、すごくね、守備でもね、いいポジショニングとかもしてくれてましたし、パスもね、いい感じに散らしてくれてましたんで、 久保田選手ボランチで結構柱になってくれると面白いんじゃないかなと思うんですよね。まあ昨年に引き続きあの、まあ岩上選手はね、あの、こう、まあ2センターバックの真ん中に降りていくような形で攻撃時下がるじゃないですか。で、その空いた中央のね、真ん中の広大なスペースをまあもう片方のボランチが結構、 カバーというかね、ースに渡って走る感じのイメージだったんですけども、久保田選手はそこね、なんか合ってるのかななんて、すごくね、まあ、あんまり専門的なことは繰り返しそうですけど、専門的なことは分からないにしても、久保田選手がそこに入ってるとね、なんか落ち着く感じしましたね。なんかいいなーって思いました。マンオブザマッチは何かもらえるんですか何がもらえるんですかとか言って、まあ僕からは何も、もう、与えるような存在ではないので何もできないですけども、ね。 ま、勝手に、勝手に賞賛を送るっていう感じですかね。実際のマンオブザマッチに選ば、選ばれた選手って何かあるんですかねこう、賞金とかね。マリコ・デロックさん、えー、青木選手スタメン、大前さんとツートップがしっくりきてると私も思いました。内田さんのセンターバックといいということでね。でも本当に内田選手の、内田選手のセンターバックは僕も本当良かったなと思うんで、ボランチよりそっちの方が本人やりやすいんじゃないかななんて、見てる感じを終わりま、なんか思いましたもんね。 うん。まあね、個人的な話なんですけど、藤井選手、内田選手っていうのは、あの、僕、あの、年齢がね、同じ同級生組なので、なんかちょっと、この二人がコンビ組んでるのは、ちょっと嬉しかったですね。醤 <laughs> 油送りましょうってことでね、うん、本当にね、そういうことできたら全然ね、まあこのね、チャンネルが選手にも、 ね、知れ渡る日がもし来るようであれば <laughs>、そんなことできたらね、僕もむしろ光栄ですけどね。前後半で攻撃姿勢がガラッと変わりましたね。久保田が起点になっていましたということで、やっぱ久保田選手は良かったですよね。うん。やっぱ久保田選手は本当に取れて良かったなーなんて思ってます。奥野監督、シーズン早いうちにルーキーも使い方分かってきてる感はしますよね。とうそうですね。新勢力やルーキーもね、早い段階にもう試して、 ますしね。結構この、だから若手がね、どう、こう、噛み合っていくのか。この早いじ序盤に、うん。この序盤に、この新戦力をね、いかにこう、組み込んで、馴染ませるかっていうのはすごい大事な期間な気がするんで。ね、そこが、今のところはなんか、うまくいってるような気はしますけどね。ちょっと楽しみですね。まあ、途中から、 まあ、新戦力ではないですけど、新選手もね、途中から入っていきなり見せ場作ったりとかもしてたんで、まあ、どの選手が出ても結構クオリティ高いチームになってきてるんじゃないかなって感じしますよね。えー、と、コメント見ますね。うちはミスさほどなかったので安心しましたということで。そうなんですよね。なんかやっぱりちょっと、ね、ボランチで出てる子にミスが目立って、まあね、こう、内田さんのところがちょっと穴なんじゃないかっていう、ね、 方がいたっていう印象はあるんで、まあ、これが逆にセンターバックに本格コンバートされることで、もしこれ、それが解決するんであれば、まあ、ちょっとね、怪我人も多いポジションなので、一気にね、こう、可能性不上がってくるんじゃないかと思ってね、楽しみですね。おぉ、内田選手ってやっとさんの後継者と期待されていた、あの内田選手か。そうですあの、ガンバ出身のね、内田達也選手なんですけども。まあ、ね、うちでも、 うん、まあ、貴重な戦力で、全然、昨シーズンもね、良かったと僕的には思ってるんですけども、やっぱりちょっと、まあ、ミスがね、時折目立つなっていうのは確かにあったんですけども、まあ、センターバックとしては、まあ、まだ1試合ですけど、全然良かったんで、まあ、次節、琉球戦はどういう並びになるのか楽しみですね。えと、相手はかつての雑波選手のただが,が、かなりガツガツ来てましたね、と。いや、本当に、ただ選手はね、すごい目立ってましたよね。まあ、その、守備面でもそうだし、 ただ選手がね、なんか相手からも一人選ぶんなら僕はただ選手がすごかったなって思ってましたね。ただの平尾に対してのファウルはいただけない。本当に、それは思いました。本当に。ちょっとただ選手がね、まあ古巣相手っていうのはちょっと熱くなってるのかなっていうのは映像を見てて思いましたね。うん。ただっやっぱ、うん、選手として、まあ、一試合通してで見るとまあ結構目立ってたので、まあ活躍はしてたかなとは思いますけどね。 そうね、平尾選手に対してのファウルっていう部分はちょっと、おいって思いましたけどね。まあでも元ザスパがね、こう、レギュラーとして試合出てるっていうのはね、非常に嬉しいことではありますけどね。うん。イエローどころか個人的にレッド。まあまあそれは間違いないですね。いや、あれでイエローってのも確かにちょっと甘いんじゃないのっていうのはね、判定に対して思ったりはしましたけどね。 うーんまあね、他の選手ならとかで言うわけじゃないですし、誰が削られてもそうなんですけど、このね、平尾選手がね、ちょっと開幕から調子良さそうだったのに、ここでね、痛めてしまうっていうのはね、より一層ちょっとね、やめてほしかったなっていう感じはね、非常に強く思いましたけどね。まあ,あ、とはだ。あと話してないところで言うと、吉永選手は、まあ、左に移ってもすごくいいプレーしてましたよね。なんかもう、吉永選手すごく、うん。 よまあね、開幕戦に引き続き、すごいいいなって思って、もう推進力あるわ、守備でもこう頑張ってくれるわ。ね、この選手完全で取れないかなっていうね。うん、大宮さんなんかちょっと譲っていただけないですかねって、もう2試合でちょっと思ってしまうぐらいちょっと惚れ込んではいるんですけどね。うん。う自分もレッドレッドとマスク越しに叫んでましたよって。まあね、言いたくなっちゃいますよね。 まあでもな、そっか、相模原、ね、アウェイ席儲けてないっていう中で、まあ、中心さんね,ね、神奈川からなのでね、全然問題ないんですけども、行ったという中で、まあ、その場ではね、なかなか言いづらいですよね。<laughs> きっと周りはね、相模原サポーの方が多かったでしょうからね。ああ、北川修ともいる。グラサポーとしてはこちらも嬉しいという、おおそっか、北川選手はそうか。そっか、在籍力あるんですね。うん。 北川選手もね、まあ背番号9番なのでね、もう期待されているのは間違いないと思いますんでね、僕もちょっと出番が来たらね、すごい楽しみにしてる選手の一人なんですけどね。北川選手見たいですね。なんか次の試合あたりなんかでも出番ありそうな気がするんですよね。前節はなんかスタメンの時に、えっと、高木選手がね、新戦力でスタメンで出番もらいましたし。で、今節はね、まあ青木選手がスタメンになった代わりに、まあ、 ちょっと外れはしましたけども。まあ、ね、試して、ストライカーのペアもね、いろいろいじっていくんじゃないかなと思ってるんで、あと、まあ、北川選手ね、サイドもできるなんて話なので、まあ、この試合はね、新選手が田中選手に変わったりしましたけど、まあ、そこのね、交代のパターンとして、北川選手と田中選手の交代なんてのも、今後ね、ありえなくはないかなと。まあ、そこは大前選手がこねていきたいですね、っていうことで。ねそう、大前選手はね、大宮とはですね、パイプありますし、まあ、 とか、強化部長さんも大宮絡みですもんね。だからそこら辺で、ちょっとなんとか <laughs>、なんとかこう、吉永選手、譲っていただけないですかっていうね。そんな感じでね、こう、うまいこと交渉していただけたら最高なんですけどね。あ、育成の時に名古屋。あ、育成の時に名古屋だったんですね、北川選手って。なるほど、なるほど。そうか、そうか、そうか。ユースとかがそうだったんですね。そうか、そうなると、確かに、 サポーターの方からしたら、まあ、大学を経て違うチームでとはいえ活躍してたら嬉しいですけどね。ぜひともザスパでね、得点ガンが取ってほしいですね。北九州の時のプレーを期待してますということで。そう、北九州の時って、そう、僕も調べてから知ったんですけども、ほぼ途中出場でゴール量を探し,してたんですよね。だからもうザスパでもね、こう、スーパーサブ北側シュートみたいなパターンが一個できたら、もう最高なので、 で途中出場でそれだけね、J3 とかで点を取ってたってことは、こう、途中から流れに入っていくのも上手い選手なのかなって勝手に思ってるんで、ね、そういうね、切り札的な存在としても非常に期待したいなと思ってます。えっ、ー、と、神奈川県過去川崎市横浜市在住のサスパサポも結構いるんですよ、と。昨日はそのメンバーとアウェイよりバックスタンドで見ていました。なるほど。結構神奈川にもいらっしゃるんですね。いやでもそうするとね、なかなかこう、アウェイのね、 遠征で、こう、群馬から行けない方とかがいてもね、そういう神奈川付近とかにいる方が、ね、現地に行っていただけるとね、選手も、心強いでしょうからね。結構各地にいるといいですよね、そういうのはね。岩上選手のリストバンドとロングスロー健在ですかいやもう、健在ですよね。ロングスローはもう、大きな武器になってると思いますし。岩上選手なんて特にもうね、欠かせない選手ですよ、本当に。もう、 いなくなっちゃったらどうしようっていうぐらいね、もう僕としては、まあ皆さんもそうかもしれないですけど、重要な選手だなと、ね、思っているでしょうし、うん。う昨シーズンね、岩上選手は、あの、サイドバックからスタートでやってたんですけども、まあ、岩上選手がボランチに移ってからのね、ザスパー非常に良かったんでね、こう、まあ、ボランチでね、ちょっと中央の柱としてね、今後も非常に期待しております。 と、次節こそは主力メンバーの毛我離脱が起きないことを願うばかり。そうですね。本当にそれですよね。まあね、開幕戦で高大選手が毛怪我でね、単価で運ばれまして、今度は平尾選手というところでね。結構ね、こうガツガツくるチームが続いたってのはあるんですけども。ね、次こそは、ないことを祈りたいところですね。それに関しては個人的にいい思い出がありまして。 何ですかね岩上選手とかの話ですか何ですかねどこについてかな、うん、昨日はボールがパンク珍しいシーンがありました。え、そんなとこあったんですかごめんなさい。ラゾーンで見たんですけども。そのシーンあったかなちゃんと見てなかったかな、ね、気になりますけども。そうですね。まあ、主力メンバーのね、が離脱は痛いですよね。もう本当にそれこそ、あんまり、でも選手名出すとね、フラグになっちゃいそうなので、あんまり言わないでおきますかね。 うん。お、市木隆一選手って字面が面白いですね。本当にそうですよね。なんか、まあ、ね、名前を名付けた方、まあ、両親なのかね、まあ、親族の方なんか、すごいね、なんか、ちょっとセンスあるというか、まあ、面白いですよね。一 <laughs> 木選手すごいね、期待されているので、もう出番欲しい、見たいですね。 そろそろチャンス来たりすんのかなでも、それこそさっき言ったね、北川選手とかね。まあでも、ストライカーは順番にこう試していくのか、まあ一試合でポンポンって変えていくのか。ね本当に出てきてほしい選手ではありますね。そう、あ、そろそろお試しも兼ねて、市木選手見たいです。出世番号。そう、出世番号のね、26番。まあ、ね、江坂選手、瀬川選手みたいにね、こう。まあもちろんね、ザスパに長くいて、エースとしてね、ずっと。 ね、こう、バンディエラ的に育っていくのも期待ですけども、まあ、旅立ってしまうにしても大きく羽ばたいてほしいなと思いますよね。もうザスパのユニでフルマラソン走った後に別のザスパサポから声をかけられまして、神奈川から毎回小田スタに来ていた子はサポでした。あ、神奈川のサポの方の話ですね。へーフルマラソン走った後に別の方に声をかけられあじゃあ、そうやってね、ザスパのユニとか来てるとね、そういうつながりの部分でもね、いろいろね、こう、 まあそう、パッと見ではわかんないですもんね、ザスパサポがどうかって。だからユニフォームにしても何かこうアクセサリーとかにしてもね、ザスパサポだって主張してるとこういう繋がりとかができてね、非常にいいんですね。うん。僕もなんかこうカバンとかにね、ザスパのグッズとかつけようかな。<laughs> ね。まあね、この間、広大さん、缶バッジとかも当たったんでね。この普段何かこう身につけてたりすれば、ザスパサポの方いたら、あーって言って声かけてもらえるかもしれないんでね。 いいな。あの、僕ね、個人的に音楽もやってるんですけど、まあ、ザスパサポ、ザスパのユニフォーム着てライブとか出てもいいかな、なんて <laughs>、思ったりもしましたね。昨日は売店で買い物をしていたら森社長にお会いしまして、川崎市在住でザスパサポですとお話ししたらびっくりされていましたと。森社長は言ってたんですね。そっかそっかそっか。あ、でもま、あ驚きますかね。川崎市在住のザスパサポってなんか、響きだけで言うとね、こう、 ま、クワにはね、とんでもないチームありますしね。そういう点で言うとなんか驚かれるかもしれないですよね。お、広大さんカンバチうやましい。私は開幕戦でキャプテン当てましたが、お、キャプテンいいじゃないですか。大前さん、大前選手。大前選手も欲しいな。僕多分ね、その、次の試合もね、見ますんで。 次の試合も現地に行こうと思っていますんで、ちょっとそこでね、またガチャ回して、まあその選手が活躍してほしいなって謎のジンクスを作りたいんですけどね。水野社長の記事読みましたかただ県配布についての記事です。あ、まだ読んでないです。ちょっと終わったら読んでみようかな。気になりますね、その響きだけで。いや、でももう早いものでね、27分ということで、まあ、前回以上にね、多くの方がコメントくださったおかげで、なんかこう、あっという間に、ね、試合について、 皆さんで感想を言い合うみたいな書いてね、すごい盛り上がれたんで、すごい嬉しいです。そうですね。まあ、ちょっと何か話しておくことがあるとしたら、まあ、えっ、ー、と YouTube の方でね、醤油 TV という YouTube やっていまして、まぁ、あ、ザスパクサツ群馬はもちろんのこと、J3 についてとかね、ちょっと J3 興味あるんでね、今シーズンから見ようかなというところで J3 についてのお話とかしています。よかったらね、チャンネル登録。 してね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。で、このツイキャスもですね、毎週月曜日のね、えっ、ー、と、夜7時半を目安に、30分間ね、こう、ザスパのね、週末の試合の感想をみんなで語り合おうみたいな感じで、こういう1枚の画像とともにお送りするラジオみたいなものとしてやっていきたいと思ってますので、よかったらね、お願いします。ええー、と、実は元監督の植木さんと自分のおじいが、川崎市内の超中学校時代の、ね、同級生、その関係でザスパサポにやりました。あ、なるほど アウエキサンジの時代僕結構好きだったんでね、なんかすごいね、いいですね。羨ましいぐらいです。心のモヤモヤもすっきりしました。来週は喜びの共有の時間でありますように。本当にそうですね。もう琉球を倒して。まあ琉球も、なんところ負けなしですから2試合終わってね。まあ非常に調子良さそうなんですけども、まあ厳しい相手かなと思うんですけども、まあ、琉球は坂見原よりは多分守備的じゃないと思うので、まあこのね、こう打ち合いになるような試合に。 ぜひね、この22本シュート打ったザスパーですから、この攻撃で、こう、打ち負かすような戦いにね、ぜひ期待したいなと思いますね。まあね、琉球はね、昨シーズン面白いサッカーもしてましたしね。もう勝ち点6の相手が続くザスパー、頑張れザスパということ。そう、でも前半からね、このね、こう、まあおそらく回を争うような相手になるのかなっていう感じのチームが続いていましたんでね、ここはもう琉球にはしっかり勝って、 来週はね、ここでまた皆さんと楽しくおしゃべり。まあ、こ、今回も楽しく喋れましたけど、より一層ね、こう笑顔で、こうね、声のトーンが、こう幸せな感じでね、もう、あのゴールが良かったなんつってね、誰々が良かったって、そんな風に言い合える回がね、ぜひ来週の月曜日にはできるように、まあ、f c 琉球をしっかりと倒して、勝ち点3取ってね、こう上位をキープしてもらうようにね、ザスパーを全力で応援していきましょう本当に 今回もね、ありがとうございました。ね。ザスパ。お風間と会いたいするのは楽しみですね。そう風間選手いるんですよね。風間選手僕好きなんでね、ちょっと楽しみです。お、先ほどの記事 DM で送っておきました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。こんな感じでね、毎週やっていきますので、皆さんお時間ありましたら、ぜひ来週も来ていただけたら嬉しいです。そんなわけで、非常にありがとうございました。バイバイ。